ヘイブラザー、イエスブラザー、エブバリーブラザーというわけで始まりました、ブラックマーシー始まりました。はい、ね、今日はですね、まあ質問が多かったやつをちょっと答えていってるんですけど、ね、あの大丈夫だね、大丈夫だ、きっかけ大丈夫だね、あのゴールデンバーきっかけね、みんな聞きたいよこれ、あの志村さんと俺も聞きたいね、出会いみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、あの元々あのシャネルズのマネージャーをやってたやつが、うん、ドリフターの付き人をやってたやつなんですよ。あ、そう、はい、だいたい志村さんもドリフターの付き人だったんだよね。だから付き人時代に一緒だったっていうのもあって、うん、でシャネルズやってるっていうのを聞いて、シャネルズがまだあのルイドっていうところに出てた頃にですね、うんうん、志村さんがこっそり見に来てたんですよ、うんうん、もう売れてからですよ志村さんが。なんでまた、だからそのマネージャーがドリフの付き人をやってたっていうんで、何お前やってんだってちょっと見に行きたいんだけどって言って見に来たんですけど、それ知らされてなかったから俺たちは、うん、その時たまたま志村さんが見に来た時に、うん、ヒゲダンスがちょうど流行ってて、うんうんうん、ダン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 ってあったじゃないですか。あれちゃんとしたダンスなんだよ、あれ、ね、あれもともと Do Me っていうソウルの曲をヒゲダンスに変えてるんですけど、ルーミーっていう、ね、うん、そうなんですよ。あのダンス俺は、マジでこうやってたもん、ね、うん、それでですね、それをいち早く取り入れてですね、僕たちはヒゲの代わりに蝶ネクタイをポッてここにつけて、ね、蝶ネクタイをこうヒゲみたいにしてダンダンダンってやってたんですよ。でそれを志村さんが見に来てるって知らないでやってたら、それが終わって楽屋に志村さんがバッて入ってきて、うん、うわ志村けんだと思ったら、うん、人のネタ使ってると高くつくぞって入ってきたんですよ。で、うわーと思ったら、まだそれ、じゃあシャネルズが最初の頃、最初の頃、あ、今うちの漫画は TT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 T
思ってたら、うん、いいんだよ最初はモノマネでって話になって、あでお前らはセンスがいいと、うん、ね、そのヒゲの代わりにその蝶ネクタイポッてこうヒゲにするあたりとかすごくおしゃれでいいと。いやでもそんな映像が今残ってたらすごいね、写真で残ってないんですよ、それがね、ライブハウスの出来事ですから、あテレビじゃなくて、で、すごくセンスがいいと、うん、褒められて、でそれがまあひとしきりあって、後に僕が地方に仕事に行った時、隣の席が志村さんだったんですよ、偶然にも。あ飛行機の席が、おお隣志村さんだってなって、すごいすごいすごい、この間どうもありがとうございました、見に来ていただいてって話で、で何、お前は何、お笑いみたいなのが好きなんだじゃあって話になって、あそれ運命的にそうやって一緒になった、なったんですよ。で僕はアメリカのジェリー・ルイスっていう方がすごい大好きなんですよって言ったら、うん、うわ俺も大好きなんだよって言って、ジェリー・ルイスだってそれはジェリー・リー・ルイスなんですよ。ジェリー・リー・リー、そのピアノのロックンローラーはジェリー・リー・ルイスなんですけど、うん、ジェリー・ルイスっていうまあコメディアンが いてですね、うんまあ、その方が僕大好きで、うん、志村さんもどことなくそういうのニュアンスを僕は感じられたんで、志村さんも好きですよね、したら俺も全部ビデオ持ってるって話になって、ビデオ、うん、で、まあ、その頃はね、そんな日本に全部がこうなかった時代ですから、うん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 、まだその何年前だったんですか。もうすげえ前ですよ、30年ぐらい、ね、30年以上か。そうですね、それ以上前ですね、うん、で俺はわざわざアメリカからそのビデオ取り寄せてまで見せたんですよ。ああ。志村さんもやっぱ同じように取り寄せて俺も全部見てると。ああだからどことなくこうなんか動きがそうですよねって話になって、あそれで志村さんに聞いたら、それと俺もう一つその、ね、参考にしてるのがあると、俺は金ちゃんが好きだったと、コント55号の、うん、だからどことなく、あそういえば動きがそうだなって、え横歩き、なんか金ちゃんってこうやって歩いたりするじゃないですか。あるそれとか走る前にでこう走ったりとか、あでこうなんかジャンプしたりとか、金ちゃんがあの人も同じの見せたんじゃねえ どうか分かんないですけど、でああそういえば金ちゃんっぽいな動きは。で最初モノマヤがね、俺のヒゲダンス真似したようにモノマネでいいんだと、うんうん、ずっとやり続けることによってその人の芸になると、うんうん、ね、同じことを真似したからって同じものにはならないんだと。まあ確かにね、うん、
その人なりのやっぱりそれになっていくんだと。その人のオーラが違うからね。ね、違うからそれぞれね。だからそれで構わないと。少しカスタムしてな。うん。だからその俺もそうやって入ってきたってことを僕にこう教えたかったんでしょうね。なるほどね。うん、はいはい。だからそういった部分でやっぱり芸としてね、やっぱりね、一流を極めた人の考えはすごいなってすごく思えたし、で今度俺バカ殿やるんだと、うんうん、お前出てみねえかって言われて、ああありがとうございますって言ってね、すごい志村さんのそのお笑いに、ね、うん、同じジェリー・ルイスって人のね鍵をこう見せたりとかしてた人と一緒にできるわけですから、すごいことだ ね。それでありがとうございますって言って、うん、最初に大丈夫ではなくてバカとね、最初出てたんですよ。あの8時だよ全集合には出てない。で、いや、あのシャネルとして、シャネルとしてゲストで出たこともあるんですよ。シャネル時代にね。8時だよ全集合に。全集合に。ああ。まあそういうのもあって、あの今度俺バカとねっていうのやるから、うん、まあ、出てみないかと。でそれが話が進んでいってバカとに出るようになって、うん、その後、うん、8時台全集合が終わって今度大丈夫だっていうのもやるから一緒に大丈夫でもやろうぜって言って出るようになるんですけど、うん、うん、え、8時台全集合ってクイズ出たことあります？話が来てさ、あ、来た話、そう来たよ。で、千葉のさ、どっかの会館でさ、うん、撮影するっつってさ、うん、メンバーで行ったよ、うん、行った。それだろうね、3億円事件の犯人やれってわけだ俺に、うん、あんた似てるからって似てるからって似てます。いや雰囲気的にね、ヘルメットかぶって、うん、バイク乗って、うん、舞台の上をさベーってあの、うん、スピンターンしろって言われた、うん、やったはいいんだけど、うん、床が、まあ、道路じゃないからね、舞台だから市民会館ってのは、うん、ガソリンを抜いてくれっていう、そうできるわけないじゃん、そうなると。ですよね、走らないもんね。走れないから、うん、でみんな挨拶はしない、妻博はねどうやけど、あの、話はなくなっちゃったよ。なくなっちゃった、なくなっちゃった。呼ばれて行ったことは行ったんだけど、行って、撮影まで来たよ。あ、それでも放送されなかった。だからもう、しまいにガソリン抜くのは上がると、うん、オイルまで抜けて、オイル抜いてバイクで走れるわけないじゃん、うん、ね、だいたいあの時の事件さ、白バイを使ったでしょあれ、うん、あれヤマハの白バイなんだよね。そうだったんですか。だからヤマハの白バイって基本的には当時なかった。なかった。だからあの府中刑務所の横でさ、うんうんうん、あい、あの、なんかね、そのなんつうの、こう爆弾が下に仕掛けてあるぐらいのこと言ってどかしたんでしょあれ、うん、ガードマンをで盗んでったで、うん、その時のバイクはあれヤマハのバイクだった。改造してたんだ、うん、川崎とかあの目黒とかホンダしかなかった時代によ、うんうん、ヤマハのバイクをこのガードマンたちが見抜けなかったのかなって。なるほどね、初歩的なミスだね、うん、で 俺らはどんなバイク使ってるあれ Z2 かなんかでこう舞台の上で U ターンするんだ、うん、でプロデューサー的にはさやれって言うんだけど、うん、会館側がダメだった。なるほどね、坊ちゃんになっちゃって、あれやってたらいい思い出になったな、8時台全員集合。いや、分かんないですよ、いい思い出どころか、すごい志村さんに気に入られて、ずっと俺より先に志村さんとコンビ組んでたかもしれないじゃないですか。いや、だめ、もう挨拶はしないしね、つば博はね、言われたことちゃんとやんないしね、不要ですからね、本当に。ダメだったとこいっぱいあるよ。あ、そうですか。不要はね、どうしようもないんですよ。その大丈夫だの話はね。こうやってだんだん気に入られて、うん、バカ殿出るようになって大丈夫だもん番組進んでいくんですけど、多分あのお笑いだけの人よりも僕はほら音楽やってたから、うん、お前はすごくタイミングがいいと、うん、突っ込むタイミングとか でお笑いも音楽も全部リズムじゃないですか。まあそりゃそうだね、うん、だからお前はちょっとあの普通のお笑いの人と違うリズムを持っててやりやすいって言われたことがありますね。ああ、なるほどね、うん、不利なことはどこで役立つかわからないね。でも僕は俺は好きでずっとそういうのも見てきてるし、ね、そういった部分ではすごくやりやすかったんじゃないですか、わかんないですけど、うん、バカ殿ね、俺あの
一緒に一回パチンコ屋行ったじゃん、ほら、あのバカトンでさ、あのおじいさん役ですかって言われちゃったそれ渋いクワマンだから、クワマンが違うんかなんか言ってね、俺がでしょ、もう忘れられちゃってんだよ、うん、若い人にね、忘れられちゃってるからね、バカトン出てただろって言ったら、あのおじいさん役の人ですか、そうクワマンだそれは本当に、いや違うって言ってんのにクワマンだって、ね、たまに、ね、勘違いされて、今日トランペット持ってきてないですかって言われることあるんですよ、あるね、あるんですよ、クワマンになっちゃう、名前だけ覚えてるやつはそうなっちゃう、トランペット吹いてないですからね、なんか他にさ、バカトンに出てた時に面白かったとか、なんか思い出に残るようなことないの、アメリカの、うん、すごい有名なコメディアンとかも結構出てるんですよ、うん、で裸の銃を持つ男っていう映画すごい日本でもヒットしたんですけど、なんだって、裸の銃を持つ男っていう裸の銃ね、うん、裸の銃を持つ男っていう映画シリーズであって、うん、頭なんとかニールセン、デビッド・ニールセンじゃなくて、まあなんかそういうコメディアンの方がいるんですけど、その人がゲストに出て、うん、で、その大丈夫だのそのコント作りを見て、うん、このコントでどのくらいアメリカを回るんだと、日本中を、あ、日本中を、ね、うん、で、いや、週1回きりで終わりだって言ったら、なんてお前らクレイジーなんだと、あ、これだけのショーをやれたらアメリカ何年間も回れるぞと、うん、なんで1回でやめてるんだと、だからこのくらいのグレードのやつを作ったんだったら、なぜ日本中を回らないこれでって、それってさ、うん、どうなんだろう、その人ね、うん、日本語わかんないわけでしょ、わかんない、パントマイムの動きを見てそれ言ってるわけ、あのね、日本に来た外人の人で、うん、一番見てる番組は志村さんの番組らしいんですよ、あ、そうなんだ、言葉ではなくて動きでもうちゃんと面白さが伝わるっていう部分では外人の人が一番見る番組がそうなんですよ、あ、だから僕はよく、うん、六本木のなんか外人が結構来てるようなクラブとかに行くと、うん、外人の人に、おー、大丈夫だとかって言われたりするんですよ。あ、なるほどね、うん、だからその外人の人にとってはそのチャップリンなんかそうだもんね、うん、動きじゃないですか、喋んないで動きでね、うん、だから関西系の人たちはちょっと喋りくりが結構多いじゃないですか、でも動きでもう楽しいとかね、音とかそのおならの音とかそういうのはやっぱり全世界共通らしいんですよ、あ、でそのなんとかニールセンっていうか人が持ってた羊の皮でできたこう手の握り方によってブッとおならの音が出るやつを、あのね、アメリカ行ってさ、おならの音ってあんまり気にしないんだね、とはゲップを嫌がる、ゲップのがダメなんですよね、ダメなんだよね、それでその人はこう自由自在にこの人よくおならする人だなと思ってたのが、番組やってて、そしたら実は手のところに持っててでブー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 やってたわけですよ、それを志村さんにプレゼントしたんですよ、で志村さんがすぐにこう鳴らすコツを覚えてできるようになって、アイドルの女の子こいつは使えるか使えないかって判断するときにそのおならをブーって自分がやったようにして、やだなっていう子は使えるね、本当にやめてくださいとかいうやつは使わないっていうふうに決めてたら、いや、その子は失礼になっちゃいけないから聞こえてないふりしたんでしょうね、いや、でもそのリアクションいいやつをやっぱりこいつは使えるっていうふうに判断して、その志村さんは、うん、そういうことを、うん、そのおならを出すその羊のね腸で判断してたっていう、面白いこと考えられてそれで、ね、そんなんで判断するのらしいですよ、なるほどね、うん、まだまだこう面白いそのエピソードね、またそのうちお届けしたいと思います、うん、はい、喋らないでさ、うん、相手に分かってもらうコント、うん、ちょっとこれでもやってみたいね、あ、無言の無言の無言の、俺はどっちかっていうとあれや二人バヤシやってみたい、二人バヤシ、二人バオリ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 ね、うん、やってみたい、今度やってみましょうか、そうだよ、そうじゃないと喋ってばっかりじゃん、これ喋、うん、んないで5分、10分できる、考えましょう、今度だってさ、ぜひ期待してちょうだい、ぜひ、はい、なんでね、次回はお楽しみに、はい、ヘイブル、イエスブラザー、エブリーブラザー、また見てね。